スーパーライトライブジギング平場で何でもできる。そうですね、はい、これめっちゃいいな。確かに、いや本当なんかクロスミッションはもうなんかみんなの求めるロッドを作ったみたいなところがあるんで、いや本当贅沢品かなと思いますね。ですよね、何でも連れてしまう。そうそうそう、おいかだ、やったでかドーン来ました。僕の、うん、パラソルなんか叩くなと思ったら魚も釣れるクロスミッションもうなんか XR で釣ってるともう楽しいしみたいな、グングンみたいなね。イカイカイカ、おっしゃ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 、来たーですよね、こうやってね。イサキかな、もうちょっとサイズありそう。やりました、そう、仕事起きた、まあ、抜群の感度でしたよ、ね、竿先ひったくっていくような当たりでね、本当にすごい竿やと思いますね。 XR やばいです。魚種が増えました。カサゴ、カサゴ増えました。止めれるパワーがあるから見ようと思ったらバチバチ止めるっすね、この竿を何でも釣れる XR、 こればっかりです何でも釣れる XR。 この人イサキじゃないですか。イサキ、イサキ、イサキっぽいです。メバル、イサキ、はい、やりました。ダブルヒット、なんだこれ、来ましたでかい、太ってますね、キジハタ。さあ、はい、めっちゃ曲がる。ロッドも見事に曲がりますね。もうね、これだけの魚ぐん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 寄せてきてくれるしね、素晴らしいですね。はい、ヒラマッサー、ヒドキレッショ平子っすね。楽しい、何でも釣れる。いやなんかもう最高っすね。最高ですね、楽しすぎる。めっちゃ引いてるよ。タイでしょタイかな。タイです、タイです。じゃあおっ、食った、はい、食った、おー、食った、よし、はい、やりました。純目あ達成、いったー、やったー、やりましたー今回は山口県長門市にある川尻漁港から出船して、いろんなターゲット、さまざまな魚種を狙っていろんな、ね、釣りを楽しみたいと思います。僕にとっての釣りの魅力は子供に戻れること、昔のドキドキ感、ワクワク感、これをまたこうずっと子供心のように持ってできる時間が僕の中の釣りです。僕にとっての釣りの魅力っていうのはやはり自然に溶け込むっていうことと、そのダイレクトにその魚との駆け引きを、まあ、こちらとしては楽しむっていう部分ですよね。これがやはり一番大きいんじゃないかなと思います。中でもそのオフショアゲームの魅力っていうのは、こう自分一人でポイントを探していくっていうのがショアの魅力の一つではあると思うんですけど、オフショアに関して言うと船長がポイントを探すっていう部分が非常に大きいんですよね。でそうなってくると、ただ船長はポイントを探すだけで、我々釣り人はただ釣るだけっていうのではなくって、やはり船長とのコミュニケーションを取る中で一緒にこう魚を見つけていくっていう、この共同作業、こういったこう気持ちをリンクさせながらやっていくっていうところが非常にこう楽しくて、いろんな地域のいろんな船長さんたちとこう出会いっていう部分も我々は楽しめるっていう部分があるので、こうあそこの地域に行ったらこの船長さんとあの船でっていうところが全国にできるっていうのが、このオフショアのこの楽しみでもあるんじゃないかなと思います。僕の中のジギングは全ての魚が狙える釣り、フィッシュイーターを全てターゲットにできるんで、その時に釣りたい魚、狙いたいサイズっていうのを変えていける面白さがあるんで、のめり込んで未だにジギングやってます。そのタイミング、旬、自分の狙いたいターゲット、サイズを自分の意思で変えていけるというところがジギングのいいところで、まあ、今年は自分の体重を超える魚が釣りたいとか、今日は旬の美味しい魚を釣りたいとか、そういうのを選べて釣れていけるのがこの釣りの醍醐味かなと思います。仲間と釣りに行くと、やっぱその醍醐味っていうのは、感情の共有、やっぱり一緒に喜んで一緒に悔しがって、またそれも子供に戻るような感覚で、その釣りを、その一日を楽しめるところが最大の魅力かなと思います。今回使うタックルはね、クロスミッション XR、 クロスミッションの中で最大の進化を遂げたロッドになってます。今回はね、ロッドティップを交換できる、ソリッドティップと、チューブラーを使い分けながら、さまざまな魚との出会い、ワクワクしますね。
あ、ちょっと状況見てイカのサイズ見ながら、大きいのだったらもうエギにしちゃった方がそっちの方が多分ノリがいいんで。ああ、なるほどね。なのであんまりそうじゃなくて、こんなんがいっぱいだったらあのエギよりもすってにしちゃった方がいいかもしれない。なるほど、うん。ではですね、ちょうど日が暮れてきて夜になったので、夜のねメタルすってゲームに入っていきたいと思います。ロッドはですねクロスミッション XR のこれはね、B の66の ML になります。で、穂先はメタルすってということで、このソリッドティップですねをつけて、チューブラーからねソリッドに変えています。で、まず上のドロッパーがですね、これスイスイドロッパーね、フラッシュブースト 2.5 号ですね。僕はこれちょっとナチュラル系の色ということで、これイワシ系の色ですね。でやってみたいと思います。で下のメタルがノリノリスって2の15号という感じですね。でリールはこちらですね、はい、バルケッタ F カスタム150の DH で、ラインが、セフィア8プラス 0.5 号ですねっていう感じのセッティングになってまして。でヒロトさんは、はい、今回僕が用意したタックルは、まあ、もちろんクロスミッション、はい、XR これの、B66ML 同じですね。これに、僕は、グラップラープレミアムの、151XG をつけてみました。まあ、カウンターだとやっぱり有利なんで、はい。でラインの方が、ピットブル8プラスの 0.65、はいはい、に入れて、アシストリーダー、はい、セフィアアシストリーダーをつけて、これですね、スイスイドロッパーのスラッシュブースト。僕はちょっとアピールしたくて、まあ、レッドヘッドにお尻黒、ちょっと光らしてアピールしようかなというところで、でね、下が、コロコロ、はい、コロコロスっての15号、まあ、まあ赤、緑、白っていう感じでまずやってみようかなと思います、はい。でまあ、今日はね、ほんと先生に教えてもらいながら、富所先生に教えてもらいながら、まあ1匹でも多く釣れたらいいなっていう感じで、内藤ギガメタル、はいはい、ゲームをやりたいなと思います、ね、はい。じゃあ頑張ってやってみましょう。はい、はい、行きましょう。水深が今 68.5m ですね。結構深いですね。結構深めからのスタートになりますね。了解、やってみましょう。さてさて、でまあ、ユーマ詰めパラパラっとイカが釣れればいいんですけど、まあ、イカが釣れない場合はもう暗くなるまでちょっと待ってですね、でその後にこう反応がしっかり出てくるので、まあ、そしたらね、だん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 イカも乗り出すんじゃないかなって感じですね。明るいうちに釣れるといいんですけどね。でもうクロスミッションはですね、今穂先、これソリッドの方のね穂先に変えてますけど、まあ、こういうねメタルの細かい釣りですねにはこう穂先がキュッキュッとこう入るような柔らかいこういう穂先ですね。こんな感じでですね、昼間の釣りと夜の釣りと、ね、こういう当たりを取る釣りはこういうねソリッドティップを使うという感じですね。この時期イカメタル大好きで、ね、はい、イカよく行ってますよね。あの隠れてよく行ってます、ね、そんなに隠れてもないですけどまあまあバレてて、ね、はい、この時期はねあのしっかりイカ釣りやってます、ね、いや本当ね、もう夏のね本来ね風物詩というか ね、 そうですね、みんな涼みに行きながらイカ釣るみたいな感じで、夜釣りでね、いろんな人にやってもらいたいなって感じなんで、本当楽しいですよ ね、 僕もハマりました。これはあのジギングやる人たちとも同じようにオフショアで出るじゃないですか、うん、もうなんならついでにイカやって帰ってほしいなみたいな。あのね、最近ね増えてきたんですけど、関西方面とかでも3時から出て、はい、で3時から日が暮れるまでスーパーライトジギングやって、はい、で日が暮れたらイカメタルやる。なるほど。でも増えてきてて、はいはい、そんなに本当にこの XR を1本2本持っていけば、うん、スーパーライトできるし、穂先変えちゃってみたいなね、夜になったらソリッドにしようかみたいな。そう、ソリッド入れ替えてスーパーライト、ライトジギング、タイラバで何でもできる。そうですね、はい、これめっちゃいいなっていう。確かに、いや本当なんかクロスミッションはもうなんかみんなのこう求めるロッドを作ったみたいなところがあるんで、いや本当贅沢品かなと思います ね、 ですよね。何でも釣れてしまう。そうそうそう。で僕も結構イカメタル、まあ、隠れてやってるじゃないですか、はいはい、で今パッとこう曲がり見てても、はい、で本当こう来た、おっいきなり来た。遜色ないっていうか、うん、めっちゃ今のもなんかね当たりで分かりやすいっていうか、シュンってね、はい、イカちゃう？イカちゃう？じゃあイカ関西弁ですね。イカです。イカです。イカです。あ、外れた。
ちょっと、ね、すぐ来ますよいや楽しい。お、さすがベタ底、まあまあいいサイズ。あ、来た、たぶん。おお、ダブルヒット。イカ魚じゃないっす大丈夫っすか。たぶん。お、これ、これなんかめっちゃ引いてますよね。これいいサイズ。いやー、面白い。ちょうどタイミング的にね。さあ、どっちだ。お、イカイカイカー。オッケー。やったー。ちょっと待ってください。あと10メーター。先生のデカそうだからね。まあまあいいサイズっぽいですね、なんかね。やった、でもめっちゃ嬉しい。やった。今季、初イカ。初イカね。いいっすね。おおおお。それ絶対デカいっすよ。おお。竿のパワーを申し分ないっすね。でかい、でかい、でかい、でかい。めちゃめちゃでかい。でかい。でかい。いきますよ、抜いちゃいますよ、これ竿。せーの、よいしょ。あー、来た。ちょっと待って、これこれすごいサーですよすごい、来ましたね。来ました、来ました。いきなり突然でしたね。パラソルドーン来ました。僕の、うん、パラソル小パラソル来ました。小パラソル来ましたね。やった、やりましたね。嬉しいですね、ね、やっぱ釣れるの。やっぱ今季初だとね、気持ちいいですね。気持ちいい、最高。いやー、やったやったいやー、ダブルヒャッチャー。サイズアップ頑張りますよ、ね、いやー、これから、ザッツうわー、袖に入った。これからですから、はい。まあこれイカ釣りですからね、この潮浴びるのもね。やった、やった。これ軽くでかい、40超えてます、ね、やった釣りましょう。この後悲しい。どんどん行きましょうか。はい、よーし、やりました。1匹ゲット。はい、やった。あの、まあ、歴代のね、クロスミッション使ってきたけど、まあ、ほんま XR って感じですね。強いで、感度もいいし、あ、こうなるんや進化ってっていう感じで、すごい使いやすいですね。これは来ましたよ先生が用意してる間に先釣るっていう僕の18番ですよ。いや、先生にはかなわずでかすぎっす、さっきの。でももう結構二尺に当たったから。あ、本当に、はい、ちょっといい感じかも分からないです。おお、でかいでかい。お、いいサイズじゃないですか。あれ、あ、え、君はちょっと違うな。近め金時、近め釣れたな。よいしょなんか叩くなと思ったら、魚も釣れるクラスミッション近め釣れました。吸って丸飲み、吸って丸飲み、近めすごい、やばい、やった。いや、どんどんこれ魚種が増えてきますよ。これクラスミッション何でも釣れます、ね、何でもこんなんでした。 XR、はい、ちょっと仕掛けを変えてみたいと思います。ロッドが、クロスミッション XR の S の66の ML ですね。スピニングタックルですね。で、リールがステラの C3000。これは MHG です。で、仕掛けがですね、オモリグプラスワンっていう仕掛けで、オモリがあって、その先にエギがあって、オモリグ仕掛けなんですけど、実はその上に1個浮き吸ってがついてるという感じですね。まあ、今、ヒロトさんがメタルとドロッパーにエギを使ってるので、僕はですね、メタルの代わりに重りにして吹き流しでエギですね。で、上はエギじゃなくってあえて浮きすってをつけました。ふわふわすって2ですね。ちょっとこれで仕掛けをね、2人分けて、僕はちょっと違う方向でやってみて、ポーンって感じでやってみたいと思います。まあ、この辺は普段の釣りもそうなんですけど、当たりがまだ出ないうちとかは、どん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 違うことをやって、どれでこうね、当たりが出るかみたいな感じで、最終的にこうね、一番当たる仕掛けにみんなで合わせていくみたいなすると、チーム戦ですからね、メダル捨てゲームは。みんなの超過が伸びると自分の超過も伸びるのでね、必ずこう棚の共有とかね、吸ってとかエギの共有をしていくっていうのも大事ですね。
竿先戻ったけど、いかかな。わからないっす。さっき魚釣ってるから。さあ何が上がってくる。イカであってほしい。イカっぽいですけどね。あんまりでもね、ぐんぐんしないんで、初めが。ブルブルは言わないですか。ブルブルは今のとこないです。あのたーイカだ。ほらイカです。おイカ、おーイカだ。あ、イカイカ、イカイカ、オーケー、よっしゃー。またフラッシュブーストっす。フラッシュブーストですね。はい、グロテールみたいな、グロのところ。ここはどっちかな。やった、いい感じですね。いい感じ。来るときは両方トントンってきますね。ね、来ますね、なんかね、うん、おー、いい感じですね、やっぱね。おー、キラキラ光ってますな。そう、このフラッシュブーストじゃないですか、いいの。見て、キラキラ。やっとサイズ揃えてくれました、ね、ちょっと僕買ってんちゃいます。そうそうそう、今度僕負けてますよ。やりましたね、フラッシュブースト効いてるっすね。いい感じっすね。よし、どんどん行きましょうか。はい、行きましょう。楽しい、楽しい。楽しい、あれが楽しい。そしたらですね、今ちょっと重り具であたりがこうピタッと止まってきて、上についてたドロッパーに来たので、もう、そのままドロッパー浮きすってに変えてですね、浮きすってに乗るって言ってたんで、で下がメタルでノリノリの方ですね。これでちょっとやってみたいと思います。結構ね、この釣りって例えばエギにバンバン当たってると思って浮きすってに何にも当たんない、じゃあもうエギだけ持ってくればいいやって言ってると、ピタッと当たりが止まって、浮きすっての人にどん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 と当たりが来てとか、本当にね、こう気まぐれでどんどん変わっていくので、おー来たー、すごい面白いんですよね。なのでこうね、手を変え品を変えじゃないんですけど、その時その時の状況に合わせていくっていうのも大事ですね。おー来たー、 30m。 さてどっち行きたいでしょうか。おー、やっぱり来ました。おー、ダブルになった。おー、これ後から来ましたね。よいしょ、おい、ダブルになりましたね。最初に上で多分来て、その後ギュッギュッてついてきましたね。いやー、いい感じです。やっぱり重り具で最初当たってたんですけど、ちょっと当たりがなくなってメタルに変えて、で浮きすってですね、ふわふわすって2ですけど、変えたら一気に来ましたね。まあ、こんな感じでね、ゲームを展開していくっていうのもすごく楽しいなと思いますね。まあ、これもね、ぜひ皆さんにもやってもらいたいですね。しゃー、今のもね、もうちょっとね、ぐーってちょっと持たれるだけの当たりなんですよ。で、これがやっぱり穂先が硬いと、この持たれっていうのがなかなか出ないんですよね。どうしてもチューブラは金属的な当たりになっちゃうんで、今みたいなこうイカがね、ムニュってこう来るようなのが分かりにくいんですけど、しっかりとね、こうやって当たりを捉えてくれるんで、こういうサイズのイカもね、しっかりとかけてくれるという感じですね。ダブル穂先、ふいふい、どっちに来るか。おら、来た、開けたー、やったー、来ました。あのサイズ、いいよ、うん、なんか全体的にサイズもいいし、よし、はい、どうすか。いいっすね、最高っすね、はい、当たりが取りやすいね、はい、びっくり、ほんとちゃんと当たり取れるっていうのはすごいですよね。なんでもロットなのっていう感じです ね、しょっぱい、やーありましたね、いやーほんとスーパーサイズですよこれ。いただいてありがとうございます。とんでもないです。共同作業です、共同作業、愛の共同作業ですから、はい、そう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 、来てるんですよ、来てるんですよ、もう当たりが止まらない、当たりが止まらない、当たり取りやすい、あーめちゃくちゃ取りやすい。またフラッシュブースト、なんかもうこればっか使ってしまう、なんかね、見ててね、気持ちいい、釣れるやろな、イカの気持ちになってみたい、すごいっすね、すごいね、このサイズね、はい、もう何回 XR で釣った
してるともう楽しいみたいな、ぐんぐんみたいなね。いや本当竿自体も軽くてパワーがあるから、うん、まあ、長くやってても疲れへんし、ね、はい、でかいのかかっても安心やし、はい、めちゃくちゃ楽しい、ね、楽しいしか出てこない。そう、はい、僕がこれ釣れるんですからいいぞですよ絶対お願いします。おーい、よいしょー、いよいしょ、よいしょ、えいえい、これに何が入るんですかね。満タンにしましょう目標は、目標は満タンで、はい、よし行きましょう。おーい、今日は昼の釣りなので、はい、穂先交換で行きましょう。そうですね、はい、こっちのねソリッドティップからこっちのチューブラーティップですね。はい、本当にこのチューブラーがついたっていうのがめっちゃ嬉しい。そうですね、基本チューブラーで釣りしてるんで僕ずっと、はい、ですよね、はい、今日はもうヒロトさんの得意分野の方が、いやいやいや、まだどうなるか分かりませんけどただでもね、この本当にまあこうやってもうワンタッチですよね、これチューブラーとソリッドをもう刺すだけ。そうですね、でもう竿の表情がガラッと変わって、はい、もういろんな魚が釣れてしまうっていう、そこがこの本当にクロスミッションのいいところですよね。そうですね、エクサルになって余計そのチューブラーになってあの、まあ、僕が使えるというか、はい、ジギングもできるっていうところで、そうですね、本当に頼もしいなと思いますね、はい、あのティップスイッチシステムってやつですね、はいはい、もう本当にこれ出た時は結構衝撃でしたけどね、すごい、はい、あ、こういうことできちゃうんだみたいな、うん、なんかね、だからこれで全然こう釣りの幅が広がるっていうのが、だからこそここにこう僕とヒロトさんが一緒にいるみたいな、ね、そうですよね、なったんでね、どっちもできるっていう、ね、楽しくできるっていう、はい、いい感じですね。で本当こんな感じでこう変えれると、まあ、僕らやったらそのまあ、遠征行くときに、はい、まあ、しけたらもう船乗れへん時なんかに、うん、ちょっとこれ持って行って手話でちょっとキャスティングしたりとか何でもできるから、そうです、ね、本当これですごいじゃないですか。要は3ピースでしょ、はい、ここが良くて持ち運びがすごいしやすいんですよね。これだね。でこうセンターカットの2ピースでもいいんですけど、うん、やっぱちょっとこの1ピース感っていうのはないんで、ジギングやってるともう1ピースじゃないですか、はい、全部。そうなんですよ、あそこから2ピースになるとちょっと違和感あるんですね。違和感あります、やっぱちょっと引っかかりがあるんで、そうそうそう、パワーのデータ数も少しやっぱ落ちたりするけど、うん、まあ、このバッドジョイントになってくると、うん、まあ、本当に1ピースに限りなく近い、うん、でソリッドもまたね、チューブラーとソリッド変えれるっていうところで、はい、まあ、操作性もいいし持ち運びしやすいし何でも狙えるし、うん、でまあ昨日イカやった中で強い、うん、強い、はい、それがもうやっぱりいいとこやなと思いますよ ね、 本当に一本もっと隠し持っておくといいかも。そういう感じですね、はい、揃えるのもあり一本隠し持つのもありっていう感じで、すごいいい感じになってますよね、はい、じゃあ頑張っていきましょうか、はい、はい、やっていきましょう、はい、そしたらですね、はい、今日はまずアオリイカから、アオリイカね、で春の浅場のキャスティングになるので、うん、はい、エギをですねノーマルタイプなんですけど、はい、こっちがディープタイプ、うん、こっちがあの、はい、ノーマルタイプですね。どっちがいいですか。ね、水深がね11ちょっと深めなんで、うん、ディープタイプ使ってもいいですし、はい、まあノーマルで底取りある程度できるんであればノーマルでもいいので、はい、まあね、あれだったらどんどん使い分けてもらったらいいかなと思う。了解です。もう好きなやつを選んでください。こっちがノーマルディープで、もうねファーストインプレッションで、うん、あ、もう決めた、これ、あ、それね、これオッケーです。じゃあディープで、ディープのこの色でいこうかなと。オッケーです。じゃあ僕はメロン分からない、勝手に名前つけてるけどじゃあ僕はどれでいこうかな。まだナチュラルにしようとしてるんちゃうんすか。じゃあちょっともうここでドキツイ系でいきますかこれでいきますか。了解。ちょっと色が全然違う感じで、ね、はい、ディープタイプでやってみましょうか。はい、はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、先生あれですよね、うん、ボートエギングとかめっちゃ楽しいから、うん、はい、このって他場所とか時期とかっていうのはどういうタイミングが一番やっぱりいいんですか。そうですね、ちょうどこの春の産卵の時期にやっぱり浅場にこうアオリがどん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 刺してきて、うん、でこう水深がだいたい10メーターから浅いところに入ってくるんですよね、うんうんうん、でそのタイミングでこう大きいイカがこう刺してくるので、まあ、まさにちょうどこの春のこの梅雨前後ぐらいまでが一番いい時期というか。なるほど。でそこで皆さんこう記録を更新すると。ああ、なるほど、はい、やっぱり2キロ3キロ。そうです、もう1キロ2キロ3キロ場所によってはね、本当に今やっぱ白系ナオリイカがメインなんですけど、うんうん、どんどん巨大化してて、へー、昔はね2キロって言ったらもうすごい大きな記録だったんですけど、うん、もう最近はいろんな全国各地で3キロ台がね釣れるようになってきちゃったんで、へー、なんか夢のあるね本当釣りになってきたというか。よくこういうドーンって見ますもんね。そうですそうですそうです、すごいな あれがね本当に釣れるようになってきたんで、
でそれがねこのクロスミッションでね取れたら気持ちいいっすよね。これでもね、ええ、午前中とか昼とかに、はい、まあチューブラーでこのビッグアオリイカを狙って、はい、で夜から穂先変えて、ええ、イカメダルができるっていうね、それ竿一本だからねみたいなね、そうすごい贅沢な釣りやなと思いますね。そうなんですよ。でちょうど春ってこういろんな魚が良くなってくる時期じゃないですか、はいはいはい、でそうすると、まあ、イカもやりたい、うんうんうん、魚もやりたいみたいになってくるとね夜もやりたい、ね、そう夜もやりたいってなると竿何本あっても足りないよっていう人たちがまずはクロスミッションでみたいな感じですよね、うん、本当でもこの時期のまあ浅場のイカにしろイカメタルにしろ、まあ、ライトジギングにしろ、うんうんうん、まあ、例えば平場入れたとしても、はい、まあ、2本あればそうですティップさえ変えてしまえばね、そういうことです、通用するっていう、もう本当だからベイとスピニング1本ずつでできちゃうみたいな、うんね、全部あの対応の PE がほとんど一緒やから、はい、ね、リールの番手も一緒やし、そうなんですよ、使い勝手がすごい、でっかい乗っかけてけえへんかな、ほんとこうやってキャストした時に気持ちよく飛んできますよね、やっぱチューブラのこの帰りの強さはポーンと ね、 ね、あの本当になんかほんまソリッドつけてる時からチューブラに変えただけで、うん、えってなりますよね、そうそうそうこんな差を変わんねやっていう、で使い方が全くね180度違う使い方なんですから、はい、弾く釣りやったりね、みかんで取るあたりを取りやすいティップがこんだけ変われば面白いね、ほんと金属的なコーンっていうのはチューブラーでいくし、でもフニャっていうのはねソリッドでね、みたいな、だから目で取るとかフニャって取るのもあるし、ええ、カーンっていうあたりも取れるし、抜群、僕の中でこのセンターカットから、はい、本当にこのバットジョイントになったのがほんまに好きで、あ、はい、ね、できれば継いでほしくないんですけど、そうですよね、でもこの次がこう引っかかったりとか不安がないっていうか、しっかりこうワンピースのように曲がるから、はい、で力がしっかりね手元まで来るんですよ、うんうんうん、魚の引きも当たりも、うん、ここまで来たかクロスミッションやね、ですね、はい、XR、いや本当にここまで来たかですよ先生、あのね、はい、僕はあのまあ、ティップランとか、はい、シュワイギングっていうのはやったことあるんですけど、はいはい、実はこのキャスティングボートっていうのはハッツで、はいはいはい、あの全然あの分からないんですけど、はいはい、あのまあ、この春時期に対して、うん、あのまあベイトが変わったりっていう、その、まあ、イカにしても魚にしてもこう食性とか、はい、特性あるじゃないですか、このアクションが食いやすい、このサイズが食いやすいとか、はい、この色がいいとか、そうって何か今あるんですか。そうですね、やっぱりこう秋はどちらかというともう食性で動いてどんどん大きくなるための捕食なんですよね、はい、なのでエギを例えばパーンとこうやってバーッとしゃくり上げてって、もうほんと5メーターぐらいバーッと上げちゃってっていうとドーンってくるんですけど、はい、春はどちらかというとこう産卵行動をやって最後そのまんま死んじゃうんですよね。そうすると産卵をするための最低限の捕食になっちゃうので、うんうん、遠くまで追っかけてきてまで食べないんですよ。なるほど。なのでこう近くにいるものがいれば食べるぐらいなものなんですよね、うん、あ、なのでこうアクションもですね、それに合わせてあんまりこうバン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 しゃくるっていうよりはこうしゃくる時もですね、どちらかというとその場でこうポン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 ってやって、うん、エギがヒュンヒュンヒュンって言ってあとシューッと落ちてってぐらいの感じで、こう食べやすくでも動いて餌に見せるみたいな感じにするのと、あとやっぱりこう効率のいい餌取りを考えてくるので、うん、やっぱりエギのサイズでいうとこういう 3.5 号とかこういうちょっと大きめのサイズ、例えばこう秋なんかだとね 2.5 号とか3号とか使う方多いんですけど、うん、もうどちらかというと目立たせてサイズ感的にもそうですし、まあ、こういったねフラッシュブースト入ってるようなエギなんかよくね皆さん最近使ってますけども、うん、まあ、こういうのに変えていくような感じですね。でまあ、今やってる場所で言えば、はい、ちょっとまあこう藻が生えてて、はいはい、でちょっとこう底の色が変わってて、そうですね、感じなんですけど、はい、A 層というかその例えばボトム狙いとか中層とか、はい、っていうのはどんな感じなんですか。まあ、藻もガッと生えてて、そうですね、まあ、ちょっと引っかかったりもするんですけど、これこう藻が生えてるのでこう横に横に引こうとするとですね、その中にこう入っていこうとするので、はい、うんうんうん、分かりやすく言うとこう根がかりをこう外すような、なるほど、しゃくり、例えばこうポン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 ってこうちょっとこうエギを上に跳ね上げるイメージですよね、はいはいはい、そういう感じでこうちょっと根がかりする時もあるんですけど、そういう時も無理にこう引っ張らずに、うん、ちょんちょんちょんとこう外すような、なるほど、根がかりを外しながら釣りしてるような感覚ですね。あ、まあ、横に寄せるっていうよりは縦に跳ね上げてあげるような感じっていう感じですね。了解です。もうでかいの釣れたんちゃうかな。もう釣れますよこれ、ね、もう釣れたんちゃうかなこんだけ聞いたら釣れるんちゃうかイカイカイカ、おっしゃおっしゃおっしゃ、来た来た来た合わせ乗りでしたけど、じゃあしゃくり乗りでしたけど、しゃくり乗りで
イカ来ましたよ。おお、来た来た来た。オッケーオッケー。やったやった、嬉しい。めっちゃ嬉しい。じゃあこっちに回してもらって、で、炭吐くところを先生の方に向けたらいいんですか。それしなくていい、それしなくていい。違かったっけ。それしなくても大丈夫。あれ、オッケー、はい、よいしょ、はい、おめでとうございます。素晴らしい、よし、まあ、はい、まあ、ほぼほぼもうや思ってましたけど、合わせたらぐんぐんしたから、やった、アオリ、ちょうどメスのアオリですね。はい、ありがとう。はい、おお、泳げた。よっしゃ、来たー。はい、これもやろう。これもちょっと可愛いけど、あー、横抱きしてるな。おおおおおお、元気元気。でかいんじゃないですか。食案係なんですよ、ほら。なるほど、そうそうそう、これで、あ、いる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 。お、来た来た来た。オッケー、こっち、見えてないな。はい、よいしょ、おー、炭がすごい、はい、うー、よいしょ、よいしょ、はい、あ、オスですね、ちょっと可愛いオスですけど、ほら、まあ、600、700グラムのオスですね、はい、後ろからね、大きいの追っかけてきてたんで、あれまた狙いたいですね、はい、まあ、これも可愛いサイズなんで、逃がしましょうかね、あ、ほら、めっちゃ、降雪のもう跡がありますな。じゃあ逃がしますね。いきますよ。せーの、ほい。いかー。これ楽しいな、普段せえへんから。オッケーオッケー。大きいのを連れてきます。ちょっとこの普段な引きを楽しんでる。ああ、もう楽しんでください。これね、あんまり急ぐよりもゆっくりやってると、はい、ついてくるやつ結構多いんで。ですよね。そうそうそう。連鎖連鎖。これ横抱きになってるでしょ。ああ、うん、横。でしょ。これでね、結構でかいと外れることが多いんですよ。なるほどね。でもガッツリいってるっすよ。ね。フラッシュブーストパワー？フラッシュブーストパワー。お、いい感じいい感じ。じゃん。オッケー。おお、す。ちょっと大きくなりましたね。ちょっとだけ大きくなりました。ひろつさん、はいはい、これね、うん、例えば今うちらオフショアでやってるじゃないですか、はい、でひろつさんもショア、ね、いろんな釣りしてたじゃないですか。してましたね。でこうオフショアに来てこう釣りの幅ってこう広がったと思うんですけど、うん、はい、こうまだね船に乗ったことない人たちってたくさんいると思うんですよ、うん、はい、でそういう人たちにこうこれがいいんだよみたいなのってありますかね。うん、やっぱり、ええ、その狙いたいものをシーズンごとにこう、うん、まあ自分の求める魚であったり小イカであったりっていうのを、はい、ダイレクトにやっぱ狙えるっていう楽しさ、はいはい、でやっぱりこうショアにはない、まあ、もっとこう沖に出て、うん、そのもっと本当に海の可能性を深さとともにこう感じていくような、はいはい、あんな雰囲気が僕好きで、あ、本当にこうまだ海に船にね乗ったことない方には一回トライしてほしいなっていうのはやっぱ昔からずっと思ってるし、はい、そういうこう橋渡しができたらいいなっていうのはすごい感じますよね。例えばこう見える景色も変わるじゃないですか。違いますね。例えばうちらは今岸を見てますけど、はい、おかっぱりの人たちって海を見るじゃないですか。そうですね。だからこう180度全く違う見え方するって、うん、結構こう初めての人ってこうカルチャーショックがあるというか、はいはいはい、であっちにも行けるこっちにも行けるっていうのってあると思うんですよね、うん、なんかそのワクワク感って結構感じてもらいたいなっていうのありますよね。確かにね、うん、で僕も本当にその昭和から入ってるんで、はい、あの昭和にしかない楽しみもあるし、はい、このオフショアにしかない楽しみもあるから、はい、両方味わってもらえたら、うん、もっとこう釣り楽しくなるんちゃうかなって思いますね。はい、それがまあジギングであれ餌であれ、うん、ね、捨てであれ、それは何でもいいと思うんですよ。そうですよね。まずね、その一歩が踏み出してもらったら、ショアから海を見る、海からショアを見るっていうのはすごい楽しいなって思います。うんうん、でこうなんかそうなってくると、こうでもオフショア出るってなったら、うん、道具何すればいいんだよってそこからまずつまずくと思うんですよね。敷居が高く感じてしまいますよね。そうなんですよね。はい、なのでこうまずはじゃあ行くときにこういうクロスミッションで今回 XR 出ましたけど、うん、こういったこういろんなのに魚種に使えるっていうのを一本持っていけば、はい、まあとりあえずはね一通りの釣りができちゃうっていうのがあるだけでも結構大きいかなと思いますよね。大きいですね。でもその中から自分に合ったタックルをね、あの魚種とかを探してもらって釣り方を探してもらって、はい、より専門道具使ってもらったりとかねすればもっといいんで、本当に
一番いいエントリーモデルというか、そうですね、もうエントリーモデルっていうよりも本当すごいサウナに仕上がってるから、エントリーモデルっていうにはすごいんですけど、でもエントリーモデルとして使ってもらいたいっていうところもあるんですよね。本当にだからこの竿一本でいろんな魚種釣ってもらったら、はい、うん、本当にこう釣りの楽しみがねもっと広がるんじゃないかなと思うから、そうですね、はい、本当このクロスミッションありきかなと思います ね。そしたらですね、ちょっとこの布がないタイプですね、はい、エギにこういうタイプもあるんで、ちょっとこの辺も使ってみて、ね、やってみたいと思います。はい、いきます。じゃあちょっと投げてみますね。これクロスミッションどれぐらい飛ぶのっていうと、このままキョッて投げてあそこまで飛んでます。今のでだいたい30ちょいぐらいですね。全然フルキャストしてないですよね。ほんのちょい投げです。それでこれだけ飛んでってくれるので、非常にねこのフォローのキャストもしやすいですし、すごくいいですよね。ちゃんと最後のこの穂先がポンとこう押してくれるっていうのがね、いいとこですね。これね、イカちょっとでかいよ。来たんじゃないですか。おお、でかいでかい、ちょっと大きなった。おお、来ましたね。やったでかいでかい。オーケーオーケー。おー、今かかった。おお、でかいでかい。めっちゃ楽しい。おー、来たー。はい、ほら、はみ出てるし。しびれる。来たねしびれます。来た来た、ガツーン。これで、銅で37、8だから、1.6、7ぐらいあります。最高。最高。オーケー、ほら。やりましたね。やりました、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。えいし、いやもう先生とクロスミッションのおかげっすね。いや素晴らしい。嬉しい。やったやった、これっすよね。春イカのかっこいい、もうまさにね春のなんかこうイカって感じの、ね、綺麗なイカっすね。いやもう合わせた瞬間グングンいったから、うん、おっと思ったんですよ。やっぱなかなかいいサイズ来てくれました。やりました。なんかすっきりしたんで、イサキ行きますか。そうっすね。ね、はい。はい。またリールを変え、そうですね。穂先を変えしながら、行きましょうか。ちょっと新しいね、使い方をまた見てもらえたら、ね、思いますね。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。イエーイ。スーパーライトジギング、今やってます。水深は20メーター、あっちゃこっちゃ。そうですね。で、これ今ね、クロスミッションの、XR 使ってて S の66の ML 使ってるんですよ。っていうのがこれイカメタルで使ってた竿と全く同じです。で穂先をソリッドからチューブラに変えて今使ってるんですよ。めちゃくちゃ使いよいです。きっちり反発で返ってくる。しっかりとそのジギングに適した反発力があって、でパワーもあって、でしっかりこうジグをコントロールする力が備わったんで、本当面白いなと思って今使ってます。で今40g で 20m ちょっとやってるんですけど、この水深からでも全然使えます。 40g でもしっかり穂先が入って復元させてジグをコントロールできるんで、すごい使いやすいですね。ほんまぶっちゃけ本当にイカメタルで使ってた竿と同じなのかって思うぐらい竿自体が変わってきますね。本当今回ね XR にチューブラーになって、本当ジギングのね小技が効くというか、感度も上がってるし、本当ジギングスーパーライトジギングとかライトジギングにすごい向いた竿になってるんで、ぜひともこれ使ってほしい。だから本当にその関西でよくある3時からスーパーライトやって6時7時からイカメタルやるよっていうのは、これ1本でいけるなっていうふうに今思ってます。で 60g のジグに変えて多分 40m とかでも全然いけます。一応ね表記上は 80g までいけるから、これ1本で本当スーパーライトからほんのちょっとのライトぐらいまで、ライトジギングぐらいまでカバーできるんで、本当1本の竿がする仕事っていうのがすごい増えてて、これ本当にお得やなっていう感じです。これでも平場もできるわけやしね先生。ですね、平場できるしボートエギングもできるし、キャスティングできちゃってみたいなね。でスーパーライトもできてライトジギングもできて、本当どうしたらいいんですか。一本でいけますよこれ。ね、本当なんかオフショアマルチロッドっていう言葉がもうそのまんまはまりますね。うん、はまっちゃう。まさにこの竿だなっていうね。こうどうしてもねソリッドティップでジギングやってしまうと、どうしてもやっぱねちょっともたつくとか、うん、ちょっとこうキャストするときにこうグッと一段階入りすぎてちょっと投げぬくいっていうのがあったんですけど、うん、今回そのソリッドをチューブ派に変えると本当にジギングロッドみたいになるんで面白いですよ。操作性が格段に上がるし、キャスト性能がめちゃくちゃ上がるんで、もう本当に竿先変えてしゃくったらジギングの場合、わこんな違うんやってほんまにびっくりするぐらい、うん、
これは面白い。いや本当になんか、なんか何でもロッドですけど、はい、何でもロッドっていうのがもったいないですね。そうですね、はい、なんかこうそれでくくられるとちょっともったいないって感じがしますよね。そう、本当にそう思う、うん、まあ、そうなんですけどみたいな、何でも使えて何でもいいロッドみたいな ね、 ね感じ。ぶっちゃけその前回の普通のクロスミッションではまだここまでの評価点はなかったですもんね。そうですね、やっぱりこうクロスミッション、クロスミッション BB っていうのはまあとりあえず60点をなんとか取りに行こうっていうところだったんですよね。そうですね、はい、でこれはなんかこう全ての魚種で80点を取りに行くっていうところが、僕もね80点評価ぐらいです、ね、本当に良くなってる。まあ全部がもうやっぱ 100点っていうのはどうしても専門ロッドになっちゃうから、残りの20点はやっぱり専用ロッドに全部そこは譲って、うん、でこう汎用性も出して、クロスミッションはね、あのいろんな釣りを面白いって分かるところまでちゃんと理解できる竿ですね。そう、本当にそうですね、これは楽しい。うん、イカメタルでやってて本当に穂先変えただけですから ね、 ね、リールもあのちょっとスーパーライトには変えてるんですけど、あの本当にイカメタルのあのリールでもいけました。そう、だからもうなんかとりあえずもう本当にワンタックル持ってって穂先だけ2本持ってれば、うん、まあ全てなんとかなっちゃうなみたいなね。でなんかこう穂先変えたら、うん、まあ単純に1本がまあ2本になるわけじゃないですか、はいはい、でもなんか使い用途でいうと4本分持ってるぐらいの XR な気分になりますね、うん、はい、本当に汎用性がすごく高い、うん、チューブラのいいところとね、ソリッドのいいところを本当にこう使い分けれるっていうです、ね、どっちもどっちを取ってるんじゃなくて本当に使い分けてるんで、うん、いいに決まってるって感じですね。やっぱこのキャスト性能がいいですよね。ヒューって飛んできますね、はい、どうしてもやっぱソリッドだとちょっとこうガタガタと引っかかったりね、そうそうそう、するところはどうしても絶対出てくるんで、はい、このチューブラーが入ったっていうのはもう抜群にいいですね。いいですね、ギューンとこうね差を立てれるっていうのは大きいですよね、こうやってね、おこんな感じでね、最高ですね、最高ですね。おイサキかな、もうちょっとサイズありそう、根魚っぽい。おね、ね、おっぽいですよ。おいいサイズですやん、いいやっと、はい来ました、キジハタです。関西でねアコーって言いますけどね、はい、大きい立派なキジハタですね。よいしょ、はい、すごい高級魚ですよね。ちょうどね今ねちょんちょんちょんって誘い上げて、でこうスーってフォールしたらドンってきましたね。ほんと最初ガガガッと突っ込んで、これねやっぱロッドがしっかりしてるんでぐんぐん突っ込んでももう竿をこらえてるだけでガガガガッと上がってきてくれるんでね、このサイズですよ、46ぐらいありますね、立派な、はい、キジハタです。お魚、じゃあこれ1目目ですかね。1目ですね、はい、はい、やりました。うちのジグでキジハタ釣れたんで、今度はちょっとあのイサキ狙いでちょっとねこの官僚丸流のイサキ釣りの方をちょっと僕はやってみようかなと。これスピンテールジグなんですけど、これをですねあの風下にキャストして巻いてくるっていうちょっと釣り方なんですよ。で広瀬さんは間違いない、あ、しかった、起きた、いや浮いた魚イサキちゃうかな、イサキっぽくないですか、イサキだと思う。おちょっとねマックスピード遅れさせて遅くしてね、はいはいはい、ワンピッチしてたら上で拾ってくれましたね。おちょうど今ね反応がいい感じで出てきてるでしょ。うん、シャー見えたよ。お、イサギやねこれね、イサギですね。お、でかあ、イサギだ、イサギだ、イサギ、オッケーオッケー、よいしょ、はい、オッケーやったー、でかいでかい、やりました、イサギもでかい、パンパン、ね、腹パン、やばいっすね、コンディションめちゃくちゃいい。これはもうなんか、ごめんなさい、美味しそうにしか見えないよ、ね、間違いない最高っすね、すもうあの、キジハタ来て、イサキ来てみたいな、ね、すぐね、海が豊かすぎる、やばい、スーパーライトにも最適な、はい、なんか ね、感じですね。あの本当にね、あのスーパーライトのもう代名詞っていう感じで、うん、やっぱこの時期しか狙えへんですよね、イサキって、うん、あのジグではなかなか
なんでまあこうやって釣れるとすごい楽しいし、ね、まあ抜群の感度でしたよ。竿先ひったくっていくようなあたりでね、めちゃめちゃ楽しかった。でファイトの方はやっぱ安定感あります。しっかりねこうセンターカットじゃなくてこのワンピースのようなあのバットジョイント使ってるんで、しっかり魚上がってくるし、突っ込んでもしっかり抑えれるし、いいとこづくめですね。クロスミッション最高です。 XR ちょうど本当この春先とか梅雨時期ぐらいっていうのは本当にどの魚もね、イカもそうやし、すごいね釣れるというか、よく食い気が上がる時期やから、本当竿一本でね、いろんな魚が狙えるんで、こんな贅沢な釣りはないですね。イサキもね気難しいんで、結構ねこのアクションで食う、このアクションで食わないって結構あるんですよ。しっかりこう弾いてあげないと食えへん時に、やっぱり竿先がしっかり戻らないとこうジグが横向いてフォール姿勢に入らないんで、なかなかこうイサキも当たってこないんですよね。でしっかりしゃぐれてる証拠ですよ、いい魚が当たってくるっていうのは。おっしゃ、この曲がり見て、ほらもうほんとジギングの竿みたいでしょティップ変えるだけでねこんだけ変わるんで、これもイサキっすね。ゆっくりめのワンピッチですね、パターンは今は。おお、来たー、釣れたー。おー、だいぶ食い気出てきてるっていうか、ね、棚が合えばポンって当たってきますね。ほい、追加。これもいい魚体ですね。ほんと見ました、あの曲がりジギングロッドみたいでしょ、ほんとの。ほんと遜色ない、すごい使いやすい。これは本当にちゃんとジグがしゃくれて、ソリッドにしたらちゃんとイカの当たりが取れて、本当にすごい竿やと思いますね。 XR やばいっす。お、赤いよ、赤す、あーか、赤旗や、赤旗、赤旗ですね。うしょ、ほい、一魚種追加、魚種追加しましたよ先生、赤旗、キジハタ、イサキ、赤旗。もうね、底ついて、シャクと頭底ついた時にパコって食べてくれましたね。今日ジグのね、ペブルライトもすごい合ってる感じ、塩とちょうど絡むんでいい感じで動いてますね。これは食いますよ。そしたらヒロさん、はい、あのイサキ釣りのコツ、うん、教えてもらっていいですか。まあ、僕の中のコツなんですけど、はい、スピード変化、はい、っていうかそのコンビネーションのように早く遅く早く遅くって動かすんじゃなくて、うん、一定の速度の中に、うん、例えば、まあ、自転車とかバイクでいうとこのギア、はい、だから自分の中で1速2速3速4速5速ぐらい作っといて、はいはい、そのワンピッチで基本的にいいんですよ、うん、それを毎回変えてどの潮のタイミングどの時間でどの速度に反応するかって合わすと、はい、結構連発します。なるほどね。で反応が底ベタの時はもうロングフォールみたいに持ち上げて落としてあげる、はいはいはい、持ち上げて落としてあげるんですけど、はい、浮いてる反応っていうのは結構その反応に当てに行くような感じ、はい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 、すると、まあ、その威嚇であったりとか、うん、捕食であったりっていう感じでスイッチパッと入ってドンって当たるんで、はい、だちょっと早めちょっと遅めっていうのを変えていってください。なるほど。どっかで絶対合います、はあはい、それがその反応速度になるんで。なるほどね、はい、でそのパターンを掴んだらそれを続けていってまた変わったらまた次を探すっていう、変えていく、はい、それで結構数が手返しよく取れていくはずです。はい、はい、いいですね、すぐ勉強になる来ましたね。これも赤旗かな。さあ何でしょう、魚種追加になりますかね。追加になってほしいな。なんかこうなってくると同じのじゃなくてなんとか違うのを釣れないかなみたいなね。いい潔か違う魚種釣りたいみたいな。そうそうそう、赤旗っすね。赤旗、はい、赤旗、しかも赤旗赤ちゃんです。はい、これ底もんすね。今そこからそこでついたメールを返した瞬間コト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 ってなって赤旗かな、ま、多分赤旗っぽいですね。結構引くな、叩くからアコウかも。僕が魚種が増えました。カサゴ、カサゴ増えました。はい、これリリースやね。そうですね、カサゴ来ました。オッケー、おお元気ちゃんと戻ってった。うわ寝魚ですね、そのもの。はい、まあ、まだ塩本番じゃないんでね、はいです。はい、なんだガッシー、お、やったー、カサゴ、僕もカサゴゲットです。僕は今3魚種ですね、
カサゴ、キジハタ、アカハタ。お、取れた？いや、大丈夫です。今止めてます。お止めれるパワーがあるか見ようと思ったらバチバチ止めるっすね、この竿。ね。あとそう、サイズアップしたかも。アコ、やっぱりアコ。よっしゃー。えらいかかり方してるな、君。よいしょ。よっしゃー。はい、僕初アコ。食った瞬間思いっきりね根に潜っていったんですけど、ね、バッチリ止めました。 ML でこれロッド止まりますね。生まれてもね、止まります。しっかりバッチリですわ。結構ね、あのびっくりするぐらい感度がいい、うん、やっぱりすごいなと思うんですね。これやっぱり魚の金属的なあたりをちゃんとこう穂先捉えてる感じですよね、うん、そうですね、チューブラらしさがすごい出てて、ね、めっちゃいいと思います。健康的。あ、食った。お、いや、このゴンってきて竿をしっかりこらえてると魚浮かしてくれるっていうのはすごいですね。はい、よいしょ。はい、そしたらこれはねちょっと可愛いキジハタなんでリリースしちゃいますね。はい、はい、オッケー。根に潜る魚でもしっかりかけてからぐーっと竿を立ててどん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 浮かせるっていうのができるっていうのはこうちょっとね安心感もあっていいですよね、うん、そうですね。やっぱバットパワーがしっかりないと絶対上がってこないんで、ね、バットパワーもそうやしグリップもしっかりこう耐えて曲がって復元しようとしてるから すごい強いですね。安心できる。ほんとこの破損の心配なくこう安心してキューンとこうね差を立てれるっていうのは大きいですよね。こうやってね、おこんな感じでね、最高ですね。最高っすね。おー、なんかこうおっかなびっくり合わせなくて済むっていいですよね、うんうん、どうしてもこうイカの竿でこれをじゃあフルフッキングやれって言われたらちょっと怖いじゃないですか。怖いですね、はい、だから僕はちょっとこう気使いながらなりますけど、はい、だそれがこう両方できるっていうのはなんかこうクロスミッションこのいいところでもありますよね。本当強いですよね、うん、使ってたらなんか不安感がないですよ ね軽くて細いのに不安感がないっていうですね。素晴らしい。じゃあメバルだ。メバル釣れた。メバルメバル追加しましたね。 XR 何でも釣れる XR。 目魚っすね。ちょっと半な浮いてきてるんですけどね。もうちょっとやろね、潮待ちで。イサキやイサキ。あ、本当だ。よっしゃ、うい、追加追加。何でも釣れる XR。こればっかり言って何でも釣れる XR。 これヒットイサキじゃないですか。イサキイサキイサキっぽいですね。ふう、おお、よく引く。食ったよ、ダブル。おお、頭振るね。この追従力いいね。ね、バレない。しっかりこう竿がついていくからバレない魚が。イサキ結構バレるんですけどね。ね、なかなかこれはバラさない。メバルでした。お、そっちメバル。ってことはこっちもメバルかな。どうかな。メバルダブルかな。イサキっぽかったけど。あ、イサキ。イサキですね。混ざってる？混ざってますね。おー、ほい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 。はい、メバル。イサキ。はい、やりました。ダブルヒット。いい感じですね。ね、よーし、どんどん行きましょうか。行きましょう。はい。はい、まあ、クロスミッション XR、今 S66 の、ML 使ってるんですけど、まあ、チューブラになって、まあ、何がいいかですよね。まあ、それはジギングや上であの反発力が上がってジグが動きやすいっていうのは多分分かりやすい話だと思うんですよ。で結局こういうスーパーライトとかやってる時に、まあ、こうやってワンピッチでね食ってくれる時ってそれはベストです。で常にそういう状態じゃないんですよね。やっぱ食わへん時はそこに張り付いたりこう棚移動しなくなってもう目の前にあるものしか食わないっていう時にやっぱスローに動かす時って多々あるんですよ。その時にソリッドではやっぱり戻らない。逆にゆっくり動かすからこそ竿の反発がしっかりしてないとダメなんですよ。でこのスローのアクションからフォールに持っていくこの時の戻りですよね。全くこう違和感のないスムーズな曲がり、これが今回のね本当に XR のチューブラーのいいところ。
だ何でもできる本当に。使い分けはもちろんね、そのソリッドをすれば、メカンドとかで取っていけるし、チューブラインにすれば感度が手にきてしっかり釣っていける。でそれでいてしっかりアクションができるっていうのがやっぱりジギングにとって一番の命なんで、それがこの XR だと本当にねこう滑らかにしっかりゆっくりしゃくってもしっかり竿先が復元するから超いい。ほら食ったね。だからそこに、あ、外れた。そこに張り付いた時とか、その棚を移動しない魚を攻めるのに、やっぱりスーパーライトジギングでもその同じ棚をエーソーをフォールで攻めるっていうのが多々出てくるんですよ。その時にやっぱりこのゆっくりフォール、ゆっくりジャークのフォールをこういう風に使えないとやっぱ食わせれない。だからそれがこの XR でできてしまうっていうのは本当にやばいと思います。僕がこう竿を作る中でスーパーライトジギングの竿もそういうところにこだわって作るんですけど、それがこの竿でできてしまうっていうのはかなり釣りしててね、有利だと思いますよ。だ食い気あるのはもちろん、食い気ないやつもこう攻めて釣っていける、アクションで攻めて食わせることができるんで、本当にこの穂先はね、チューブラの穂先はやばいです。すごい高感度、高反発、高感度、うん、素晴らしいですね。使いやすいっていうのが一番いいかな。だからスーパーライトで、スローやるときでも全然この竿でできてしまうから、本当にこう根魚から浮いたイサキまで何でもかんでも釣れるから、青もも全然いけるし、おう当たった。このスローにしゃくって戻る竿っていうのはやっぱすごいよくできてるんですよね。変にこう繋いでるから節目があったりとかパワーロスがあると絶対穂先戻らないんで、どうしても食う時っていうのは穂先が戻ってる瞬間に食うてくるんで、この動きすごい大事です。なんだこれ、キジハタにしてあんまり引かないけど ね、なんだキジハタかな。引きが全然ないんだけど、なんだ、キジハタ、キジハタか。あ、でかいんだ。でかいキジハタだった。おお。よっ。これもいいサイズ。ありがとうございます。来ました。でかい。太ってますね、キジハタ。今ね、ちょっとね、着底から誘い上げたらドンと来て、であんまり一気に根に走ったんですけど、そこから走んなかったんで、なんだろうなと思って、キジハタにしてもあんまり引かないなと思ったんですけどね。立派なキジハタっすね、これも。45ぐらいの。ね。やりました。高級魚ですよ。た、はい。食わす間を作りました。今ちょっとね、フォールでね、おお、めっちゃ曲がる、おーい、綺麗に曲がってますね。ね、気持ちいい。繋ぎ目が分からへんね、本当にどこで繋いでるか分かんないぐらい綺麗に曲がりますよね。これは外したのか分からない。おお、ほら真下から上げてきても、おー、いいサイズ、おーい、オッケーオッケーオッケー、太ってる、はい、いや見事な魚っすね。これこのお腹のこの張り、ほんとコンディションのいい春のね、まさにこれから梅雨イサキって呼ばれる産卵前のいいイサキじゃないかなと思います。今ねちょっとボイルあって、でそこにジグ投げて、でふわ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 って言ってテンションフォールでヒーラヒーラヒーラコーンって感じでしたね。いやもうまさにヒロトさんの言うように、もうフォールでねしっかりと食わせてっていうところでしたけど、いやいい魚取れましたね。なんかこのロッドも見事に曲がりますね。もうねこれだけの魚ぐん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 寄せてきてくれるしね、素晴らしいですね。いやーやりました。
これアボンじゃない？これアボンさ、多分アボン。無理せんと。これ耐えてればね、あのクロスミッションのパワーでさ、魚上がってくる。こうやって無理に引っ張らなくても全然上がってくるパワーあるんで、こうやってねテンションかけて、おう、プレッシャーかけてればね上がってきます。走るときはね、向こう向いて走るときは無理して引っ張らんとね、こっち頭向いてからこうやって巻いてきたら全然負けるんで、ロッドパワーでいけますわ。よし、ほら上がってきた。イサキで、あ、じゃあアモや。あ、ヒラゴやね。ういういうい、元気やな、ヒラマサ。まあこのサイズでも問題なくね。はい、ヒラマサ。色綺麗でしょ。ヒラゴっすね。楽しい。何でも釣れる。まあ本当ね、どの魚種やっても、竿がパワー負けしないっていうのがやっぱ一番感じますね。めちゃくちゃ面白い。それでかい。こっちはイサキで、こっちはヒラマサ。ヒラマサで。すごいっすね。すごい。なんならイサキの方が太いね。いやなんかもう最高っすね。最高ですね。楽しすぎる。ユーマ釣りに何でも釣れるタイムに入って、ね、めっちゃ面白い。本当。本当にこうターゲット選ばず釣れるから、そうですね、頼りになるサゴですよね。うん。もうね、本当楽しむのに本当ぴったりって感じですもんね。いやなんかどんどんこれで今全部で9目いったんじゃないですか。9目9目平正行って、はい、おあと1目で10目、はい、すごい、頑張りましょう、頑張りましょう。なんかすげえ嬉しくなってきましたね、はい、オッケー。ではですね、はい、平場やってみましょう。僕何のことか全然わからないです。ということで、はい、まあ本当に初めての方でもこう分かりやすくどんどんできるっていう感じでですね、はい、やってみたいんですが、はい、まあ、今水深が 70m ぐらいなんで、うん、まずは100から 80g ぐらい。80がいい、はい、じゃあ80でやってみましょう、はいはい、でじゃあ僕これ100でやってみて、はい、でこれ後でね重さすぐ交換できるんで、へー、ちょっと面白いんですけど、はい、これね見てもらうとこうパカンってなってるじゃないですか、はい、これをキュッてやると閉じるんですけど、ほんまや、パッてやると開くんですよね。なるほどなるほど、はい、これ楽チェンバクバクって言うんですけど、へ、楽にチェンジができる、そしてタイがバクバク食うと。あ、そのままですね、はい、そのまんまなんですよ。でこれを閉じて、はい、でまあやりますよね、はい、でそしたらまずリーダーが来ます。これをまずつけていったら、ね、そうですね、そのまんまいっちゃってもいいですし、ヘッドつけてからでも大丈夫なんですけど、はい、これをそのまんま行って、あとはこのままリーダーをこうやって、はい、この細い方を通してもらってスッて抜いてもらうと、はい、こう通りますよね、はい、なんかプラスチックが2個、はい、スルスルスルって通っちゃうんですけど、まあこんな感じですね。こんな感じ、そうですね。でそこにあとはもうヘッドをつけるだけなので、へえ。でそしたらあとはここに針を結びます結びます。でこの結ぶときはまあ団子があまりでかくなりすぎないようにしてあげた方がいいですけどね。僕はもうめんどくさいんでユニノットで結んじゃいますけど。よし、これでいこう。いてててててててこれ針のサイズとかあるんですか？はい、一応大中小とあって、はい、まあこんな感じで僕はもうセットしてるんですけど、これ今超小針ですね。なるほど。でこれ今つけたのが中、真ん中ですね。なるほど、ちょうどいいですね。もう一つ、はい、台もあるんですけど、はい、まあ、結構タイの場所は結構タイが食うって言ってたんで、まずは中針でサイズでいいかなと。なるほど、これでいいんですよね。 OK、 なんだこりゃ。でこれだとなんか長いじゃないですか、はい、ここ実はこうやってキュッて引っ張るとこんな感じで。なるほどね、はい、でヘッドじゃあすげえ。これいろいろあって、はい、例えばこれ一色じゃないですか、はい、でこれを、まあ、例えばですけど、はい、緑をこうやってこれとこれをパカンって合わせると半分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 とハーフ&ハーフ、赤&緑みたいな、こんなもできちゃうんですけ ど、ね、まあ、全然最初はもう本当お好きなような感じで。これがいい。で赤で、はい、でこれをはめ込む形。そうですね、ここにパカンとはめ込んでもらって。あ、なるほど、これでずれなくなってるんですね。そうなんですよ、そこでちょっとこうキュッと。あ、ね、なるほどなるほど、
でここにはめてもらって、へえ、ここパカッとする。そうですね、はい、はい、でこいつを押さえる。押さえる。へえ、完成。これだけです。ほんまや。あとはここにすげえすげえ、はい、ネクタイをつけるんですけど。誘導になってんね。はい、これどっちがいいですかね、ネクタイ色。ラメ入りで。じゃあラメ入りで、はい、はい、じゃあ僕はもうオレンジオレンジでもう。あ、なるほど、ね、ドオレンジでいってみましょうか。一体感。これもう外してしまっていいですね、はい、もう外して OK です。でこれは外すときにビャーって引っ張ると切れるときがあるので、気をつけて引っ張ってあげて。でまあこんな感じでですね、はい、でこの真ん中を持ったらいいんですね。はい、真ん中を開けてあげて、はい、でちょうどこのですね、このネクタイを止めるところがパカンと開きますので、これここですね、そう、最初は閉じてるんで、はい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 、これをパカンと開きます、はい、そしたらここにネクタイをかぶせの、この溝に合わす感じですか。そうです、そうです、そうです、そうです。おー、でここにそのまんまパチンと止めてあげれば、これでネクタイの完成と。なるほどね。そうです。でそのまま押さえつけるとパチンできちゃった。ほんまや。これだけです。へえ、はい、で例えば、はい、あのワーム、はい、ワームをそのまま針につけちゃうっていうのもありなんですよ。はい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 、はい、なので、まあ、つけてもいいですし、はい、とりあえずもうネクタイだけでいっちゃってもいいですし、うん、まあ、この辺はもう本当にその時その時でアピールしたいか、逆にあんまりこうアピールせずにいくかっていう感じですね、うんうんうん、へえ。どうしますかね。まあいろいろあるんですけどまだ、はい、まあ、つけちゃうかなしでいくか。とりあえずなしで行ってみて、なしで行きました。ちょっと食い悪かったらつけてみようかな。そうですね、はい、よし、じゃあやってみましょうか。やってみましょう、はい、でまあこれ僕とちょっと形違うじゃないですか。ほんまですね。これちょっとツルツルの丸々、はいはい、これラウンドタイプ。ラウンド、はい、はい、R っていうですね。でこっちはちょっとスクエア、ちょっと角張ってる、はいはい、スクエアタイプ。ラウンドはこうね、塩をすり抜けるんで、はい、スルスルスル系ですし、うんうん、ラウンドはどちらかというと結構抵抗を受けるんでブリブリブリ系ですし、はい、あ、なるほどね、みたいな感じの違いですね。アクションによって使い分けるみたいな。そうですね。なるほど、はい、でロッドなんですけども、はい、イカで、夜のイカで使った ML、はい、B6 のクロの ML ですね、うんうん、これを使ってソリッドティップ、うん、そのまんまですね、いっちゃいます。なんですがこのクロスミッションの XR はですね、はい、これ、あ、そういうことですか。外れるんですよ、これが。なるほどね、外れちゃう。っていうことはでしょ、っていうことは平場用にあるエクストリームガングリップがあるわけですね。なるほど。で、こいつをパカンとつけちゃえばもう平場仕様。へぇー、なので僕のはもうね、ごめんなさい、嘘、僕の分しか マジで反省する、反省する OK です。で、よく見たら、はい、ヒロさん左巻きだったんですよね。うん、で僕右巻きなんで。僕も平場は右巻きです。巻き続ける釣りは右なんですよ。止める釣りは僕左なんです。じゃあこれ使いましょうか。いや、使う、うん、っていう感じで、はい、これ両方使えるので、はい、これはね、あの別売りになるんですけど、はいはい、本当に平場もメインでやりたいっていう方はこれ部品で買っていただければ、購入していただければ、もうあの平場のタイミングになったらこっち、あ、で例えばイカになったらこうやっぱ操作系なんで、うん、もうこう支えるってよりはしっかりと握り込んでこうね挟むって感じになるんで、こういうトリガー系にする、うん、なるほど。なので本当自分の釣りに合わせてこうやってどんどん変えれるのもこの今回のクロスミッション XR のいいところでもありますね。僕知らなかったっすね。いや本当だからいろんなこれね、こうギミックがというかね、詰まってますね。いろんなもの詰まってるんで、よりその釣りに合わせていけるんで、例えば平場でもこういった80点をちゃんと取れるっていうのはこういうとこもあるんですよね。なるほどね、うん、だってやっぱりずっと挟んでると痛いじゃないですか、うん、だからね、こう支えるだけの、ね、巻くだけので安定させるだけの釣りだったらやっぱりこれ強いんで。なるほど。だから平場ロッドはこっちなのにクロスミッションはトリガーになっちゃうよねっていうのがちゃんとね、エクストリームガングリップにできちゃう、もう自分でやっちゃうっていうね、できちゃいますので、まあ、これでちょっとやってみましょうか。はい、はい、やりましょう。おい、そんなに魚浮いてる感じじゃないんで、まあだいたい 10m、15m ぐらいですね、まずね。まず僕も、先生と一緒で、クロスミッション XR の、B66ML、 これにリールをね、グラップラーの、150HG、 これでやってます。おー、当たった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 、来た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 
何やろう。多分タイですわ。マジっすか。うん、いや持ってるな、すごいな、めっちゃ引いてるよ。タイでしょ。タイかな。タイです、タイです。マジ、すげえやん。この竿を何でも釣らしてくれる。おお、おお、タイですね。タイが来た、すげえすげえ。おーおーおーおお、走る走る。でかい。いやでかいっすよそれ。ねえ、めっちゃ走る。見てこの曲がり。おお、止まらん。まあまあいいサイズの。よし、ちょっと上げにかかりますよ。はい、竿のパワー使って。おお、まだ怒ってる。うわっしゃ、パワフル。またジギングデスのとは全然違うっすね。ね、面白い。もうファイトがジギンガーだもん。癖は抜けないっすね。癖が抜けないよね。おお、ロッドパワーで上げるよ。おお、ここで巻く。でロッドパワーでリフトして上がった分だけ巻く。よし、うん、あと何メーターぐらいですか。まだ60、70あるっすね。まだまだ結構ね、攻防中です。はい、お、首振りが結構でかいんですよ。いや、これ首振りがでかいんじゃなくて、でかいんです。でかいんですよね。普通にそれでかいっすよ。それ確実に70いってるでしょ。下手したら80じゃないですか。マジで、ええ、潮が速いのか魚がでかいのか、こう感覚がいつもと違うから。うっしゃー、おー、頑張る。首振ってる、首振ってる、頑張ってる、頑張ってる。うっしゃー、いやでかいですよこれ。でかい、でかい。一投目でもやっちゃうから。えぐいことなってます、ほんと。うぅ、タイタイ、オッケー、そっちだかね。はい、おー、まる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 。よっしゃ、オッケー、はい、ボコーン、浮いたー、やった、はい、これやー、楽チェーン。いやー、これはもう80いったんじゃないですか。いってるかな。お、針外れた、危ね。針外れた、おー、2、おー、おー、2、4、あ、いってる。マジっすか。80いってる。ちょっとヒロトさん、あぶなあぶな、よいしょ。今日はもうなんか山本ヒロトデーになってるじゃないですか。持ってるかもわからんですね。本当に。やった、すごいすごい、嬉しい。いや、やりましたね。よっしゃ、バッチリ。ここや、ここっすね。はい、お、山本さん、はい、純木達成、いったー、やりました。しかもラストに大台で締めるっていう、いい魚っすよこれ。言いたい、オッケーオッケー、ね、ありがたい、ありがたいですね。じゃあもう、うん、あのね、リリースして、また遺伝子いっぱい残してもらいましょう。了解です。はい、あら、よし、おお、いった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 、オッケー、いやー、よかった、やりましたね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、もう見事に、いや、ほんまに、はい、なんか今日はもうヒロトサンデーで、いや、ちょっと持ってましたね。いや、本当によかった、びっくりしてます、自分でも。もうイカから始まり、はい、どん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 行って、はい、でもう最後はね、大台で締めるっていう、うん、なんか完璧でしたね、なんかね。ちょっと、はい、持ってますね、はい、素晴らしかったです。いや、でもほんまにね、あのクロスミッション、うん、XR あってのことかなと思います、うんうんうん、こんだけ一本の竿で、うん、もうバンバン釣らしてもらってるわけやから、はい、いや、もうほんまに今日クロスミッションにありがとうです。そうですね、はい、いや本当にね、もういろんな魚種をね、こうやって楽しめるっていうところが、うん、まあ、こう見てる皆さんにも伝わればと思いますし、そうですね、本当に、はい、もう本当ね、いろんなこう聴衆をやってる方たちが、うん、こう別の聴衆をやってみる、こうね、一つの、今日ね、きっかけになればね、
平場もね、はい、ほぼ初めてぐらいの。そう、ほとんどやったことないんで。で、1投目で80番ですからね。いや、これほんと宝くじ当たったみたいな感じでしたけど、はい、でも、それができちゃうっていうのがこのロッドの凄さというか。そうですよね。はい。なので、やっぱりね、こうやってこう、いろんな釣りの幅を広げてもらうためにも、うん、なんかこうね、使ってみて、うん、こう、ね、良さをね、感じてほしいなと思いますね。本当にその通りだと思います。はい。いやー、よかったです。よかったですね。お疲れ。そしたらですね、今100で当たるんですけど、どうもかかりが悪いんで80に落とします。で、これレッド、ちょっとハイブリッドで頭の色を変えちゃって、こんな感じでいきましょうか。で、今ワームもつけてみようかなと。まあこの辺は何が正解かっていう部分もあるので、まあ、ちょっとね、今この辺イカのポイントでもあるんで、ちょっとイカ系の感じですね。こうビヨビヨーンとこういう感じでやってみようかなと。で、これをですね、この針にこう今こうなってる部分をかけちゃいます。よいしょ、こんな感じですね。こんな感じでかけちゃうか。で、もう一つはこれそのまんまなんですけど、ごめんなさいね。ここにワームと一緒にこれ引っ掛けられるんで、こうですね、よいしょ、このまんま、こんな感じですね。こんな感じで掛けちゃいます。そうするとネクタイとワームと、まあ、一体化してって感じですね。はい。おっ、かくった。あ、来た。あ、来た。来た。おお、すげえ。おお、これも悪くない。おお。おお、ああ、そこ張り付いてる。これも悪くなさそうですわ。おー、負けない。おお。47m。 よいしょー、はい、やらーす。そしたらですね、今そこからちょっと上げたとこでした。で、一気にね、ゴン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 で来たんですけど、まあね、これも60ぐらいのいいタイなんですけどね、まあ、あの、上がりましょうかって言ってから、やっぱりまだちょっと時間あるし、もうちょっとだけやろうかって言ったら来ましたね。いやー、よかったです。まあでもね、すごいですね、これのサイズのね、マダイがどん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 来ますし、えらい頑張って引いてくれたんで、もうちょっと大きいかなと思ったぐらいでしたけど、まあね、いいサイズのタイが来てくれましたね。よし、はい、やりました。じゃあ、ひろつさん、はい、まあ、これだけね、はい、こういろんなこう釣りができて、はい、いろんな魚種が試せるっていうのが分かっちゃうと、うん、いろんなとこ行きたくなっちゃうじゃないですか。いや、もうほんと、もっともっとクロスミッション試したいです ね、はい、この後はもうなんかあれですね、今度島とか行ってみません？めちゃくちゃいいですね。ちょっとそこでまたでかいのとか、ね、釣ってない魚とか、はい、もっともっと可能性 ね試したい。ちょっとこうクロスミッションの旅みたいな感じで、いいですね、ちょっと島渡っちゃうとか。あ、いいっすね。やりますか。やりましょう、ね、これやっちゃいましょう、はい、ね、じゃあ今度こうね、島行くために、はい、まずはちょっと飯でも食って、大事ですね、どの島にするか、はい、ちょっとね、相談しましょうか。はい、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。